大変よマリサ。どうしたいきなり？さっきニュースで、C 国が尖閣諸島周辺を海底調査して、採掘みたいなことをする気だって言ってたわ。確かに C 国は尖閣諸島周辺を実効支配しようとしているな。だが、そこには海上保安庁という鉄人たちがいるんだぞ。海上保安庁？これは気になるわね。ということで今回は日本がついに尖閣諸島へ最強の海上保安庁が出動し完全勝利へお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2022年9月、沖縄県の南西諸島が国有化されてから10年になったな。つい20年か。C 国当局の船が領海のすぐ外側の接続水域を航行するケースが常態化する中、海上保安庁は専従体制を作り、警備に当たっているぜ。今年で12年目になるわね。海上保安庁の方々の苦労が計り知れないわ。だな。南西諸島は沖縄本島の西方、およそ410キロに位置する島々の総称で、日本政府は2012年9月11日に国有化した。ふむふむ。国有化以降、C 国当局の船による領海への侵入など、南西諸島の周辺海域に接近する事案は徐々に増え、接続水域を航行した日数は、2020年は333日と過去最多となったほか、2021年は157日連続で接続水域内の航行が確認されているぜ。カップル系 YouTuber より、いつも一緒にいる感じね。いや、会いに来なくていいんだがな。2022年は9月時点で、領海侵入は20件、接続水域内での確認日数は237日となっていて、ここ数年とほぼ同じペースで推移している。領海侵入はダメでしょ。C 国当局はただの海軍だし、一歩間違えば戦争だよ。海上保安庁は専従の体制で警備に当たっていて、C 国海警局の動きを注視し、わずかな変化も見逃さないよう、引き続き緊張感を持って領海警備に万全を期すとしている。ちょっと疲れが出るわね。だな。尖閣諸島は沖縄本島の西方、およそ410キロに位置する魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島などからなる島々の総称だ。日本政府は、歴史的にも国際法上も南西諸島は日本固有の領土であり、領有権の問題は存在しないとしている。C 国にはそれが通じないから困るのよ。日本政府は南西諸島について、現地調査で他の国の支配が及んでいる痕跡がないことを確認した上で、1895年に閣議決定を行い、日本の領土に編入した。外務省によると、1969年に国連機関の調査報告書で、周辺海域に石油が埋蔵されている可能性があると指摘されると、C 国政府は1971年、初めて領有権を主張した。わかりやすいぐらい金の亡者よね。さらに1992年には領海法を制定し、南西諸島は C 国の領土だと明記したな。その後2004年、C 国人活動家7人が魚釣島に不法に上陸する事件が発生。2010年には、C 国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件が発生したぜ。活動家ねえ？普通に考えて C 国当局の回し者でしょうよ。真理をついてはいけないぞ霊夢。日本政府は2012年9月、南西諸島の安定的な維持や管理を図るため、海上保安庁が魚釣島、北小島、南小島の3島を取得保有し、国有化したわけだ。日本が南西諸島を国有化して以降、C 国当局の船が領海に侵入したり、すぐ外側にある接続水域を航行したりするケースは増えたぜ。早く魚釣島ツリーとか、北小島アイランドとか作って、実効支配しましょうよ。C 国がブチギレそうだな。こうした中、海上保安庁は南西諸島の周辺海域について専従の体制を作り、警備に当たっているわけだ。以降10年以上の親密な付き合いになったわけか。仲がいいんだか悪いんだか。仲は普通に悪いぞ。具体的には新造した1000トン型の大型巡視船10隻を石垣島に配備し、沖縄本島に配備されているヘリコプター搭載型の大型巡視船2隻も含めた、12隻による専従体制を2016年までに整えた。しかし未だにこのハエたちはブンブンやってくると。まあな。さらに大型巡視船が停泊可能な専用の桟橋を石垣港に整備し、港の拠点機能も強化したぜ。体制強化の結果、2012年度末に沖縄県に7隻配備されていた大型巡視船は、2022年4月時点で21隻と3倍になった。それでもまだ来るなんて、視聴者の皆さん尖閣諸島を実効支配するには何が必要だと思いますか？コメント欄で教えてね。さて、石垣海上保安部は、C 国海警局の船への対応について、海警局の船は以前、単一的な動きだったのが、バリエーションがある動き方をするようになった。
例えば4隻いれば、今は2隻ずつ動くなど、統制が取れてきている感じがする。動き方が読めない部分で対応が難しくなっていると述べている。うん。しっかりと計画的に嫌がらせをしてきているわけね。その上で、あくまでも海上警察機関として国際法、国内法にのっとり、冷静に毅然として対応するのが基本です。領海侵入があれば進路規制をし、領海から退去させるという対応を繰り返すことに尽きると話している。ご苦労様です、しか言えないわね。海上保安庁によると、C 国政府は2018年に海警局を軍の指揮下にある武装警察に編入していて、それによって軍の影響力が増したとされている。つまり、海保は C 国海軍と戦っているわけね。ああ。そんな2021年2月には、停戦命令などに従わない外国船舶に対し、武器の使用を認めることなどを盛り込んだ海警法が施行された。C 国当局の船が日本の接続水域内で確認される日数が増えている背景について、海上保安庁は、1000トン級以上の大型船が増加し、しけなどの荒れた天候でも航行を続けられるようになったためだとも見られているぜ。しけで波に飲まれちゃいなさいよ。海上保安庁によると、C 国海警局の大型船は2012年は40隻だったのが、2021年12月末時点で132隻と3倍以上に増えているな。ちょ、132隻?海保は何を相手にしてるのよ?数の暴力がすごすぎるわ。こうした中、さらに懸念されているのが C 国当局の船の武装化で、海上保安庁はこれまでに機関砲を装備したとみられる複数の船を確認しているぜ。また、関係者によると、C 国海軍の船を白く塗装し、海警局の船に転用したとみられるケースもあったという。もはや海賊いかね。こっちもズゴックを配備してやってやんよ。南西諸島沖で漁を行っている男性はこの10年間を振り返り、操業中、C 国当局の船に遭遇する機会は2回に1回くらいだったのが徐々に増え、100% になった。僕らの海だったのが彼らの海になっているような雰囲気だと述べている。100% とか、どこの世紀末だよ。その上で南西諸島沖は私にとって一番大切な宝の海で、そこで漁ができなければ飯が食えないので、これ以上エスカレートしないでほしい。私の仕事は変わらず漁をすることだけだと述べ、これからも南西諸島周辺の海域で漁を続けていく考えを示したぜ。うん。漁師さんが安心して仕事できないような海は、日本の海ではないわよ。だな。神戸大学教授は C 国が施行した海警法について、海警法の83条で新たに防衛作戦の任務が加えられた。これによって、海警局は防衛作戦の任務を遂行する海軍的な役割と、これまでの海上法執行機関としての役割の二つの役割を担う存在になった。ほう?今後、海警局の船舶の大型化武装化が予想され、海上保安庁の装備と大きな開きが出る可能性があると述べ、南西諸島周辺海域で警備を担う海上保安庁については、日中間の不測の事態を避けるためにも、一時的には海上保安庁が対応するという日本の基本方針を維持すべきと述べたぜ。弱いくせにやることがでかいのよね C 国は。気をつけないと有事になっちゃうわよ。そもそも、C 国が無人島の周辺20年にわたって船を送り込み続ける理由はどこにあるのかといえば、漁業資源などが豊富なこともあるが、最大の理由は地理的な位置だな。うん。お魚さんきときとよね。南西諸島は軍事戦略上、重要な島々の連なりである第一列島線のすぐそばに位置し、その脇を太平洋に抜ける船の主要なルートが通っている。南西諸島の連なる存在が C 国に蓋をするように横たわっているわけだ。このライン上に C 国が支配する島は一つもなく、C 国海軍が太平洋に進出するには、このどこかで島と島の間を必ず通らなければならない。太平洋に出て、アメリカと対等にやり合いたいわけね。そこで、どうしても南西諸島は欲しくなるわけだ。C 国がここを支配して拠点化すれば、海洋進出がしやすくなるだけでなく、逆に米軍や自衛隊の動きを監視することができるようになるからな。そして沖縄に駐留する在日米軍に鎖を打ち込むことができると C 国は考えているんだ。うん。その鎖、私がトンカチで叩き込んであげるわ。バカモン。抜けなくなっちゃうだろ。そんな C 国が過去10年、南西諸島への攻勢をどうやって強めてきたかというと、C 国海警局が増強される大きな転機となったのは2018年だ。海に関わる政府機関の寄せ集めだった海警局は、C 国共産党の軍事部門の最高意思決定機関中央軍事委員会の指揮下に編入されたんだ。C 国海警局は中共の軍事組織に編入されたのね。もう警察じゃなくて軍隊ってことだね。ああ。C 国海警局は準軍事機関に変貌し、船の行動も軍のように統率されたものに変わったんだ。
最も重要な変化は船の大型化だな。大型の船はしけに強く、海が荒れても海域にとどまるようになった。なんだ、ただの軍隊か。というか、いくつ軍隊があるの、吉井国は。大型船の保有数は10年前、海上保安庁の方が上回っていたんだが、その後逆転され、今では C 国が日本のほぼ倍だぜ。日本、やばくない？もう一つ問題視されているのが、C 国会計法だぜ。ふむ。これはどんな法律なの？まあ、C 国会計局の権限を規定するこの法律には、国際法と相入れない内容も多く含まれているな。この法律は、C 国が管轄する海域で外国の軍隊や政府の船に対して、強制退去などの強い措置が取れるとしているほか、外国の組織個人によって主権が侵害される恐れがある場合、武器の使用もできるとしている。おいおい、南西諸島に特化した法律じゃないのよ。そんな法律を作って恥ずかしくないのか C 国よ。さらに C 国の管轄する島に外国の組織などが構造物を設置した場合、強制撤去する権限があるとの記述もあるな。抗岸ムチムチにも程があるわ。抗岸ムチだろ。現場海域での航行を常態化させ、一方的な主張の既成事実化を図ろうとする C 国に対して、日本政府は海上保安庁の予算を毎年増額し、新たな大型巡視船を建造するなど、体制の強化を急いでいるところだな。果たして日本政府に何ができるやら、期待しないで待ってるわ。さて、南西諸島の最前線で対峙する海上保安庁と C 国海警局の背後には、海上自衛隊と C 国海軍がそれぞれ艦艇を展開させている。思いのほかバッチバチで草。海上自衛隊をもっと前に出して対応させるべきとの意見もあるんだが、事態のエスカレーションを避けるためにも、軍事とは一線を画す海上保安庁が最前線で対応するという今の方針を継続していくだろうぜ。一歩間違えなくても戦争になりそうな状況ね。そして、ウクライナでの軍事侵攻という事態を世界が目の当たりにした今、抑止が破れた場合の具体的な対応についても議論を深め、必要な改善を図っておくことも欠かせないぜ。考えないといけないわよね。そして最後に重要なのは、海上保安庁による現場での対応だけではなく、日本全体としての戦略だな。C 国は共産党の長期戦略のもと、莫大な資金力も背景に影響力を拡大し、自らの主張に賛同する国を増やそうとしている。また、SNS など様々な手段を駆使して、大規模なプロパガンダを展開。歴史の事実に反する情報も拡散しているんだ。日本に求められるのは、対外的な情報発信、そして国際社会を味方につけつつ、C 国と交渉を通じて問題を解決する外交力だぜ。まあ日本の場合、SNS で発信している内容がコミケの本みたいに薄いからね。だな。この10年、日本は外交を含めた長期戦略は見えず、情報発信に関しても、インターネットでの動画配信やシンポジウムの開催など、海外向けの取り組みは行われてはいるものの、C 国の宣伝活動と比べたらまるで赤子だぜ。真面目で謙虚なのは日本のいいところなんだけど、国際社会にアピールできないようじゃダメよね。最後に、最近の南西諸島防衛関連について少し解説を入れるぜ。2022年11月、松野博一官房長官は25日の記者会見で、沖縄南西諸島周辺での C 国海警局所属の公船による領海侵入について、国際法違反であり、外交ルートで厳重に抗議し、速やかに領海から退去するよう強く求めたと明らかにした。そんなことで C 国が退去するわけないわよね。ほんと日本の政治家は甘いんだよな。松野氏によると、この日午前10時頃に C 国海警局所属の船舶2隻が南西諸島周辺の領海に侵入。うち1隻が砲らしきものを搭載していたというぜ。海警の巡視船さえも攻撃能力を持ってるのか。常に相手勢力を上回る巡視船で対応するなど、万全の領海警備体制を確保しているとした上で、船舶の大型化、武装化に対してもしっかりと対応できるよう、海上保安能力の一層の強化に努めると松野氏は強調したぞ。早い話が何もしないってことでしょ。関係者によると、この船に搭載されていた砲の口径は、これまでに確認されていた最大40ミリ程度を上回る、76ミリ砲と見られている。攻撃する気満々で草も生えないわ。そんな中、ジャパンマリンユナイテッド JMU は2022年11月30日、海上保安庁向けの3500トン型巡視船八重山 PL203 の命名進水式を、同社の横浜事業所磯子工場で実施したぜ。海上保安庁の巡視船ね。もう C 国の好き勝手にはさせないわよ。同船は、2020年2月に就役した、宮古型巡視船の3番船。引き続き偽装工事などを行い、2023年度に海上保安庁へ引き渡され、収益しているな。
収益後は、南西諸島をはじめとする沖縄周辺海域で、領海警備や海難救助といった任務に就くとみられるぜ。悲しいけど C 国艦艇のせいで、ヤメヤマが大活躍するわね。だな。巡視船八重山は、東シナ海の領海警備と大規模事案が同時に発生しても対応可能な海上保安庁の体制を整備するため、2019年度の補正予算で建造が計画された大型巡視船だな。船体の寸法は全長120メートル、幅14メートルで、ヘリコプターを搭載しない、いわゆる PL 型と呼ばれる海上保安庁の大型巡視船の中では最大級になるぜ。最大級か。C 国からの脅威も最大級に拡大中だものね。ああ。船体後部はヘリコプターの発着が可能な飛行甲板となっており、速力は25ノット以上を発揮する。総事業費は約140億円で、最新鋭の巡視船として捜索監視能力や法執行活動が可能となる規制能力、そして災害対応能力のいずれも従来の巡視船と比べ向上しているぜ。装備はどんなものなの？装備に関しては、ネームシップの宮古と同じく、40ミリ機関砲を船体の前後に1機ずつ配置するとみられ、これに加えて遠隔放水銃や遠隔監視最小装置、停船命令等表示装置、高速警備救難艇、複合型ゴムボートなども搭載される。建造ヤードは1番線の宮古が三井 E&S 造船玉の艦船工場、2番線の大隅が三菱重工マリタイムシステムズ玉の本社工場だが、3番線の八重山は JMU 磯子工場となっているぜ。おお、どんどん作ってほしいわ。なお、宮古型巡視船は、2021年度の補正予算でさらに3隻分の新造整備が予算化されており、いずれも2026年2月までの収益を予定しているんだ。日本も C 国には負けてられないものね。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。